ユリウス・フォン・クレーファーは、現在のエストニア出身のロシアの風景画家である。当時、ロシア統治下にあったタルトで生まれた。父親は、獣医学校の薬学の教授だった。早く抱え画の才能を示し、タルトの画家、キューゲルゲンの指導を受けた。タルトの学校を卒業し、サンクトペテルブルクの帝国美術アカデミーに入学し、父親の望む建築を専攻したがすぐに、 風景画のクラスに移り、ソクラト・ボロビオフやミハイル・クロトに学んだ。1870年にアカデミーで学ぶのを止め、作品を展覧会に出すようになり、1871年に有力な貴族、ストロガノフ公爵に作品を買い上げられ、翌年作品はロシア大公女、マリア・ニコライブナに買い上げられた。1874年から帝国美術振興協会の展覧会に、 出展するようになり、1878年に帝国美術アカデミーの学位が中退であったにも、かかわらず、与えられた。1879年に、有名な俳優で、アマチュア画家のワシリー・サモイロフト・ゲイン・エストニアのナイス・サール島で、作品制作を行い、作品はフゴーヌ、富豪のパーベルト・レチャコフや皇帝、アレクサンドル三世を含む皇帝の家族が買い上げた。 帝国美術アカデミーの教授にも任命された。八百八十五年のアントウェルペンの国際博覧会のロシアの展示の準備に参加した。この頃多くの絵の注文をこなしていた。八百九十年代に入って、友人のアカデミーの事務長の金銭的スキャンダルもあって、神経衰弱になり、療養のために家族とドイツのノイシュトレーリッツに移り九百十五年まで過ごし、 第一次世界大戦が始まった後、ロシアに戻った。ロシア革命の後は、AI クインジ美術協会の支援を受け、改装されたアカデミーなどで教えた。レニングラードと改名されたサンクトペテルブルクで1924年に死去した。ありがとうございます。